Horinao です。東京の日暮里です。日暮里は8年ぐらいですかね。好きなスタイルはそうですね。大柄なものよりもちょっと細かめの。ああ。見切りとかもちょっとこう太く細くしたり。そういうスタイルが、まあ、いわゆる関東彫りですかね。私の師匠は千駄木の彫り方です。入れ墨は私の師匠に弟子入りしたのが21の時なので、そこから数えれば20年ぐらいですかね。まあでもその修行期間中は全く掘らせてもらえなかったので、その掘り出してからのキャリアは15年ぐらいだと思いますけど、そうですね、修行期間中はその技術的なものよりもその礼儀作法だったりとか、その人との付き合い方だとか、そういうところの方が学ぶところは多かったように思いますけど、今の仕事を続けていければ、まあ、それで、まあ、技術だとかでももっと上手くなるように、今やってることを突き詰めていく。